こんにちは。今回も富士フィルムの XS10 と GoPro Hero 10を使ってストリートフォトの POV 撮影をお送りします。前回のクラシックネガとの違いをご覧いただければと思います。それではどうぞ。今回は新潟市の中心地磐梯を歩いてきます。しばらくお付き合いください。この辺りは夜でも明るい場所が多いのでナイトスナップには適している場所ですね。今回の XS10 のフィルムシミュレーションにはエテルナを選択したのですが、このエテルナは低彩度かつ軟調な写りで、暗いところの黒つぶれや明るすぎるところの白飛びを防ぐように豊富なトーンを実現するように作られています。映画調の仕上げということもあって独特な雰囲気を持つ写真が撮れます。そんな雰囲気、空気感を感じていただけたらと思います。この辺りから少し暗めのシーンになるので GoPro の画質が落ちてきます。というのも今回の GoPro の設定には少し誤りがありました。普段は映像の滑らかさを優先して FPS フレームレートを50に設定しています。私は東日本で撮影しているのでフリッカー防止のために50としていますが、西日本の方は60にしているところでしょうね。ただ今回のような夜間撮影となるとこのフレームレートをさらに下げて25とした方がよりノイズを減らすことができるようです。また手ブレ補正の機能も少し弱めた方がノイズを減らすのには有効なようですね。このあたりの改善は次回以降に検証したいと思います。ちょっと雑談になるんですけれども、今この XS10 用に単焦点レンズの購入を考えているところです。候補は1つ XF27mmF2.8 というレンズを考えているんですね。これはまあパンケーキレンズといってまあとっても小さなレンズで、スナップをするときなんかとても重宝するようなレンズです。画角も換算で 35mm 換算で 41mm 相当の画角ですので、まあ、とても使いやすい価格だなと、とても欲しいなと今思っています。このように暗いところを向いているとノイズが多いんですけれども、明るいところを向くとノイズが減りますね。 GoPro の絵が少し荒れているのに対して XS10 のエテルナが映す絵はとても快調豊かに映っていると思います。明暗差がある場面でも特に暗いところの黒つぶれが抑えられているような、そんな印象を受けます。では一周してきたので今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。エテルナの写りはいかがでしたでしょうか。私は夜の撮影には適したフィルムシミュレーションだなと実感しています。また違ったフィルムシミュレーションも次々と試してみたいと思いますので、ご覧いただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。